希望の目標です。明日から1週間が戦争案の強行採決をめぐっていよいよ決定的な局面がやってまいります。皆さん、安倍政権は今支持率を急速に失いつつあります。国会の中の力関係はありますけれども、間違いなく安倍政権はあと 10% は支持率を下げるでしょう。そうなれば安倍政権はガタガタになるでしょう。この勢いで戦争案反対、法に去る力関係を今作っていこう。あと1週間、国会周辺、首相官邸周辺の路上での座り込み、みんなでやり抜こう。そしてメディア、マスコミに国民の怒りというものを実際に現れている力で示していこうではありませんか。明日から1週間がいよいよ局面です。安倍政権を追い落としていく力関係を今作れると思います。戦争の時代作り出さないために今決定的な力の集中が必要です。普天間基地の辺野古の基地反対のあの座り込みを皆さん思い出してください。体を張り、警察隊官をもみ合いをしながら、でも一生懸命続けているあの姿をこの東京で起こさなければなりません。皆さん、今大事だ。今日は大勢のメディア、テレビ局が来て取材をしている。この報道は夕方流れるだろう、明日にも伝わるだろう。そして大事なことは、このうねりを決定的な力関係を逆転させる状況に切り替えることだろうと思います。あと 10% 安倍の支持率を落とすことができれば状況は変わりますね。そういう力関係を作りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。戦争法案反対、強行採決、粉砕。私たちはかつて1970年代を思い出しながら戦おう。あの時の学生運動や労働運動、あれとは違う状況でも、そのようなうねりを今起こすことが必要であります。皆さん可能です。子供たちや孫たちの未来に戦の世の中を崩れない決定的な大事な瞬間がこの1週間にかかっているだろうと思います。福島県双葉郡浪江町の希望の牧場です。自民党のせいで僕らの町は放射能だらけのチェルノブイリの状態だ。にもかかわらず全国の原発が安倍政権によって再稼働を始まろうとしている。ふざけるなと僕は思います。戦争法案の準備、ふざけるな、国民の前に出てこい、言わなければなりません。あと1週間、力関係を逆転させる主体的な集中的な抗議のうねりを首相官邸前や国会議事堂周辺を封鎖する勢いで本気で埋め尽くそう。1960年代の安保闘争のような、それと似たような状況を今作れるかもしれない。頑張ろう。どうぞよろしくお願いいたします。福島県双葉郡浪江町の希望の牧場です。僕らの町は自民党のせいで放射能まみれになっている。もう町には帰らないだろう。僕たちの無念、悔しさ、それを安倍政権にぶつけ晴らさなければならないと思います。原発再稼働反対、原発の時代を乗り越える、そして戦争の時代を作らせない、その戦いは今この瞬間に、あと1週間の戦いにかかっているかもしれません。皆さん、明日からいよいよ1週間の戦いに総決起で国会議事堂や首相官邸を封鎖するような、そういう人のうねり、人の力の集中を決心を図っていこうではありませんか。福島県双葉郡浪江町の希望の牧場です。僕たちにはまだまだ可能性はあると思います。沖縄の普天間基地だって沖縄県民の頑張り感によって
どうなるか分かりません。それと同じようなことは、この戦争法案に反対する戦いにおいても今決定的な真意が僕たちに迫ってきております。状況はどうなるか分からないということであります。安倍の支持率をあと 10% 下げるような猛烈な抗議を集中することによって、その道を開いていこうではありませんか。力関係を逆転させていく国民の実力の結集、つまり実力闘争によって物事を決定決していこうではありませんか。福島県双葉郡浪江町の希望の牧場といいます。僕らはもう町にもう帰らないでしょう。さようなら浪江町です。人生潰され、未来さえも僕たちが奪われている。本当に自分のうち、ふるさとを失うということがどういうことなのか、そういう中で僕たちは長い沖縄の皆さんの米軍基地に苦しんできた、その歴史というものを僕たちは今理解いたしております。沖縄の皆さんの長い苦しい戦いを学びましょう。もっともっと僕たちは力をつけよう。実力とは何か、これが大事です。福島県双葉郡浪江町の希望の牧場でございます。明日から1週間力を結集して、安倍のいる首相官邸、国会議事堂、ね、霞ヶ関、うずめ尽くすような抗議のうねりを、人の波を、抗議の嵐を沸き起こしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、出ます。お疲れ様です。今回までの3年のこと、元気を希望するご支援お願いします。戦争法案廃案、同行対決反対、この声を戦争法案廃案、皆さん、先ほどの言いましたように今日から明日に向かいに政治を乗り越える、新しい国民の運動のうねりを沸き起こしていこう。安倍政権は間違いなくあと 10% の支持率を下げるようなことになると思います。戦争法案のご利用しを許さない、力関係を作り出していこう。今僕たちは戦争の時代なのか、あるいは平和の時代なのかの境目に今おります。そして原発の時代に突き進むのか、あるいは原発の時代を乗り越えるのか、その境目に目にも今まさにいるんだろうと思います。福島県双葉郡浪江町、僕らの町は自民党のせいでもう放射能まみれで、町に戻る意味のないチェルノブイリの状態です。福島原発事故の反省もなく、全国の原発の再稼働を安倍政権はやろうとしている、ふざけると思います。そして戦争法案のご利用し、国民の意見聞こうとしない、全く国民を馬鹿にした政治が延々と続いて、ふざけんなという怒りの声を僕たちは明日から国会議事堂周辺、首相官邸をぐるぐる巻きに封鎖をしながら、抗議の渦で渦め尽くしていこうというふうに考えます。どうぞ皆さん、明日からも頑張っていこう、ね、1970年代のああいう労働運動や学生運動を彷彿するような、そういうシーンを今作っていこう。国民の実力によって物事を打開していく、つまり実力闘争だ、それしかないだろうと私は思います。明日から官邸前、国会議事堂周辺を譲れつつと、今不穏な空気が流れています。